さっきからいろいろと思い出してしまった。天馬のことバレーに誘ったん俺なんだけど、試合中に何思い出してんだよ。集中しろ集中。え、無理やり日本一になるって約束して、昔は練習きつかった人がよく熱出してさ、で今もどうなんだろうかって。だって引きずり込んだ身としては多少罪悪感がありましてね、ここまで来たらちょっとはやっててよかったって思えるのかなって思うわけで。天馬はそういうの割とどうでもいいんじゃね。え同じく。え、大丈夫。ガーッとやっちゃいましょうよ。俺が20点取ってありますよ。残りの5点は皆さんでどうぞ。ああ、ハイバ君、熱くなりすぎると自滅パターンある。なあ、知ってる？筋トレってさ、例えば腹筋100回やるより10回できるかできないかくらいの負荷かけてやった方がいいんだってよ。え、何の話？回数多ければ多いほどいいってことじゃないんですか？おう、つまり普通の20点よりヘビーな1点。ん？いや、うんじゃねえよ。おい、ヘビーな1点ってなんだ。20点取る。20点いのかいのかいのか、知ってる？筋トレってさ、広めるな。いつものハイバ君だ。おい、お前の場合はもっとテンション上げてけ。あつか、お前さっきのストレートすごくなかった？いつの間に練習したの？あざっせしてい、うめい、よっしゃー。なんだよ。よく喋るなと思って。突然のパンチ。黒の方が俺なんかよりよっぽど人見知りで引っ込み思案だった。覚えてる？だから何なんだよ突然。思い出した、いろいろ。試合中に思い出すな、そんなこと。おいおい、気合入れてくぞ。しゃい。え、ここに来て気合とかやめようよ。おい、ケンマ、俺が気合入れ直してやる。いや、いいよ。ほら、立て立て立て、ダメだ。今日はもうめちゃくちゃ気合入れてやるからな。こっち見ろ、ね、こっち、じっとしなさい。じっとしないと本当にいろいろ危ないから。は、何よ。行くぞ。目つぶっとけ。行くぞ。やりすぎ。どう、え、噛んだ。え、お前久々に言ったから噛んだ。久々に言ったから噛んじゃった。噛んじゃった。もう一回言ってみ。やりすぎドストエフスキー。うおー、ケンマ、しんどい。おい、ケンマ、よしよし、よっしゃ、よし、よし、ケンマ、もう一回気合入れんぞ。あ、いけいけ。なんだよ、なんだよ。よし、どいつもこいつも自由かよ。おい、しんどい時間は超えてきた。ご褒美タイムだ。うわー、ナそんでこのご褒美、俺たちどちらか、これで最後。あいつらリードか。ナイスレシーブ。俺たちはチームという一つの肉体。さあ、酸素を回せ。脳が正解だ。